フランスの中でも大変有名な観光地モン・サン・ミシェルのその玄関の町、今つまりモン・サン・ミシェルっていうのは海の上に浮かんでる島みたいなやつなんですけど、そこの対岸にあるようなところ、その町にいるわけです。まあここはもうね、その島の中っていうのはもう極端に観光地みたいな感じですから、宮島に対する宮島口駅とか、富士山に対する大月とか、それから世界遺産知床に対する知床斜里駅とか、他にはなんかいろいろ例があってね、多分もっと挙げられると思うんですけど、こういう例がそう簡単に思い浮かばないのがちょっと残念ですね。他は何に対する何っていうのがあるかな。まあ、いいわ、ともかく今私は富士山に来ておりますと言っている時に、本当に富士山の山に登っている最中というわけではなくて、富士山の麓のそのアクセスの町大月に来ているとか御殿場に来ているとか、そういう認識でいてもらえればいいのかなと思います。そういう意味でモン・サン・ミシェルに来てますよという言い方をするわけですが、前置きが長くなりますね。面白くないというふうに言われちゃいそうですから、今からそのモン・サン・ミシェルというところに行くわけですけど、バスで行くんですね。このバスではありません。無料のバスというものが走っておりますから、そのシャトルバスにタダで乗ってですね、それでその島の入り口まで行くところになると思うんですけど、大勢人が乗り出しましたんで、やっぱりこれで行くのか、なんだ。その独特の無料のバスで行きたかったんですけどね、このバスも無料なんだろうけれど、ちょっと特殊なバスではないんですよね。両方向に走れる、ね、方向転換のいらないすごいバスが走ってて、ぜひそれを紹介しながら行きたかったんですが、まあ仕方ありません。モン・サン・ミシェルっていうのは島をですね、繋がってるあの陸系統ってやつでいいんだと思うんですけど、海にある特殊な地形です。で、それがもうすでにですね、そこに見えておりまして、あれですね、ちょうどライトアップされているのでこのように明るく見えます。モン・サン・ミッシェルというのは、モンというのが山、モンブランのモンですね、フランス語。サンというのはセイント、英語ではセイント、つまり、聖なるという意味です。そしてミシェルというのは、ミシェルという人の名前でして、サン・ミシェルという人が、まあ、昔のキリスト教 の人でいたらしいんですけども、つまり、神聖なるミシェルサン、まあ、そういうことになるそうです。まだ時刻はですね、今一応、21時57分ということになっておりますが、かすかに肉眼で明るさを確認できるようなところではありますけれど、もう完全に日は沈んでおりますので、ちょっと無理ですね。普通に外の様子を眺めることはカメラでは無理です。明日はまたご紹介したいと思います。暗すぎて分かんないと思いますけど、今私の立っておりますのがモン・サン・ミシェルへ続く橋です。これは島でして、ごめんなさい、陸系統と言いましたが島です。ただこの辺りサン・マロ湾という、名前の湾だったと思うんですけど、確かそういう名前だったはずなんですが、このですね、湾は大変に市場の干満の差が激しいものでして、今は干潮になってるようですけどね、地面が、まあ、皆さんには何も見えないと思いますけど、今はですね、一応この足元のところには砂浜が広がっておりますが、これが満潮になりますと、そうではなくてもう完全に島となるわけでして、島になったり陸続きになったりするとなかなか面白いところです。普通はここで降りてはいけないんだそうでして、特別なこの砂浜というか、まあ、干潟というのかな、この上を歩くようなツアーに参加した人だけが3500円ぐらい、まあ、4000円ちょっとかな、35ユーロほど支払うとそういうツアーに参加できるといったものがいろいろあるようです。で、ただいまの時刻はもう夜10時になっているわけですが、しかしこのモン・サン・ミシェル、ただいまの夏の観光シーズンにはライトアップをされて、そしてまた午前0時まで見ることができるということで、大変このように夜でもお客さんを集めております。世界文化遺産にも当然のように、その登録されているようなところ、多分カトリック系の教会だったと思うんですけど、そこの、聖地としても大変知られているところです。ここにやってきているバスですが、さっき紹介できなかったんですけどね、これ分かりますか、こちら側にも運転台がついておりまして、両側に運転台がついております。だからつまりもうぐるぐると旋回をして方向を変える必要がないというわけで、運転手さんだけが、反対側に移ってくればよい。今進行方向が変わりました。なかなか面白いもので、日本でも鉄道車両みたいなものは大体ああいう形をしているわけですが、まあヨーロッパもそうですけどね、こんなものは滅多に見ることがないわけです。大変面白い光景でございます。まああそこにこれね、こういう風に見えてるわけなんですけど、せっかくねこれ一眼レフカメラをちゃんと持ってきてまして、映ってる、分かりにくいと思うんですけど、これ三脚もね、ちゃんと持ってきましたよ、こういう時のために。これでセルフタイマーをセットしてですね、これ手ぶれを起こさないようにして、まあホワイトバランスはオートにしちゃいましたけど、2秒で撮影します。シャッタースピードは 3.2 秒、どうかな、こう嘘みたいな写真が撮れるんですよね。多分今撮れた写真はね、そろそろ多分皆さんに別のあれでご覧に入れると思いますけど、うん、まあまあよく撮れるでしょ。危ない危ない危ない、砂浜に落ちるとこだったらこれ気をつけないとね。まああとは明日また来ますんで、また明日の動画ここから引き続きご覧ください。上ではドローンみたいなやつもブンブンいっております。ドローンだよなあれ。
今ライトアップがなされていまして、空の上の方もですねこんな風にぼんやりとかなり幻想的です。今からバスに乗ってモン・サン・ミシェルへ向かう方も数多いのですが、逆に今モン・サン・ミシェルから帰ってくる方で大変にバスは混雑しておりまして、帰りのバスはものすごいことになっております。ですからやめてしまいまして、ホテルまで歩いて戻ることにしました。徒歩でホテルまではおよそ20分から30分の距離です。で気を取り直しましてね、翌朝になりました。翌朝ってかもう昼ぐらいなんですけど、これからまたあの両方向のバスに乗ってまた出発ということになるわけです。今のバスも進行方向を切り替えるのかな、 U ターンはしないはずですけど、多分車線を反対側に移るんでしょうね。前側のバスは結構な混雑でお客さんを乗せることなく出発していきましたが、すぐにまた次のシャトルバスも来ます。朝時間帯くらいから徐々に混み始めるようですけれど、もうちょっとお昼ぐらいで一段落するそうです。昨日この辺りの名物という羊を食べたんですが、さっきはねここに羊がたくさんいたようでして、たくさん行進していたんですけれど、もうどっかにいなくなってしまいました。彼方になんか見えるな、あっちの方に羊がたくさん寝ております。あれがこれからですね子羊のなんとかとか言ってまたレストランで出されるわけです。そして改めてモン・サン・ミシェルの紹介をさせていただきます。聖ミシェル山というそういう風に名前がついているというのは皆さんにももうお伝えしているかと思いますが、このサンマロ湾に浮かんでおりますあの島、もともとはかなり小さい島だそうでして、沖ノ鳥島の要領で岩山にかなりの建物を建築した結果このような立派な状態になっているということです。見ていただきますと分かるんですが、もともとの岩山がですねこの辺に見えておりまして、ああいった岩山にうまく崖のところにこうやってさまざまなものを建てて、完成したのが708年だそうです。それからイギリスとのその戦争に備えて砲台に改修されたりとか、その後はフランス革命の際の監獄として使われたりとか、最終的にはナポレオン・ボナパルトに頼まれて、いやこれはやっぱりこんな立派なところなんだから元通りの教会施設にしましょうよと言って、またそのモン・サン・ミシェル、その名の通りの修道院がここにまた復帰するということになって、そして現在にまで至るというわけです。世界遺産に観光、世界遺産に登録をされてからは特に観光客の足が増えているということで、このようにも観光客でバスも満員ですし、この道路もまたゾロゾロゾロリというわけです。この旅で訪れたところベネチアも相当の観光客がいましたが、観光客密度として考えればベネチアを超えるんではないかと思います。でここに存在しますこの干潟ですが、ただいまは干潮でして、私はねあの潮が引いててくれると嬉しいなと思って引いててくれましたんでよかったんですけれど、一般的には満潮の方が、これが潮が満ちていてここが海の状態になっている時の方が、景色は美しいというふうに思われているようです。でここは大変遠浅のところで、また潮の満ち引きも急な、サンマロ湾というところでして、これがですね大潮の時などになりますともう波が立つようにしてザーッと一気にこの潮位水位が上がっていくということです。そうなりますと、まあ、現在では別にいつでも24時間この橋が渡っておりますから問題はないのですが、これが昔の人がこの下を歩いていた時には干潮の時だと思ってこう歩き始めていたら、ここを歩いているその途中でとんでもない勢いでその潮が上がっていってしまって、そして満潮になり溺れて死んでしまう、そんなことまであったんだそうです。昔はこの巡礼にも命がけというわけでした、まあ、その巡礼というのは、スペインのサンチャゴ・デ・コンポステラというところから、あの なんていうところでしたっけ、あの、まあ、四国のお遍路、あれをイメージすればいいのかなと思うんですけど、まあ、お遍路的感覚でいろんなところへ訪れる人たちのことで、基本的にはお遍路と同じように徒歩でなされ、このモン・サン・ミシェルにも現在でも、巡礼をするためにやってくる人は少ないながらどうも見られるということでした。本日の天候は雨という予報でしたが、このように晴れております。いやこれは晴れというのかな、一応9割雲の状態にとどまってると思います。多分晴れでいいと思うんですけれど、晴れております。天気予報が当てにならないようなところでもあるそうで、予報が出たと思ってそれを気にしてやってきても意外と違うような状態になっているということが多いようです。ただもちろん昼間のこの眺めもいいとは思うんですが、やはり天候によって随分と左右されますし、昨日の夜に見た眺めの方が、まあ、私としては美しいなというふうに思いましたので、それはもちろん人それぞれだとは思いますけれど、あの泊まらないで日帰りでパリからやってくるという人も多いとは聞いていますが、まあ、一泊できることなのであればするべきなのかなとも思います。
見ていただきますと、もう今ではこのようにですね、干潟が完全に出ておりまして、この辺りは通常通り歩くことができるようですから、まあこうみんなね、あの厳島神社をやってるわけですけど、あそこを見てみますと水の跡がついておりまして、大潮の時などはあの辺りまで水位が上がるそうです。あの人たちのその背丈と比べると、いかにその潮位が上がるかということが分かります。そうすると、あの今車がいる辺りなどはもう全てですね、あの辺一帯も水に埋まってしまって、どうもどっかこの辺りぐらいから、あの迂回路、その大潮の満潮の時にはもう島にまともに入る道がなくなってしまうので、裏道なども用意されているということです。さっきの渡ってきた橋は今こんな構造になっております。下もね、見ていただいて分かりますが、もうコンクリートで何か埋め立てられたとかそういったことはありません。ちなみに今ここからですと見えないかな、見えないですね。このですね、モンサンミシェルの建物の裏側のところにも小さな無人島がありまして、実はモンサンミシェルよりもその島の方が大きいらしいのですが、ともかくそこらのあたりまで行ってみるということで、この干潟を歩いてみるツアーがあると昨日は話しましたが、かなりですね、膝の丈ぐらいまでずぶりとこの干潟に埋まってしまうそうでして、下手なことをしますと底なし沼、身動きが取れなくなってしまう。だから勝手にその干潟の上に登ってはいけないということになっているんだそうです。まあこの辺は今砂地になってますからね、こんぐらいは歩いても大丈夫なんでしょうけど、建てられたのが708年ということですから、奈良時代よりもちょっと早く、まあ、奈良の大仏より、半世紀ぐらい早いということなのかな、法隆寺よりも100年ほど後、だいたいそれぐらいに建てられた建物といえばイメージもつきやすいかと思います。ここがそのモンサンミッシェルへの入り口です。まあ、これがつまり山ですが、中に入りますと宗教施設しかないのかなと思っていましたが、実はそんなことはないようでして、いろんなお店などもあります。いろんなお店が並んでおります。右側にも何かお店がありますが、左側にもまたありまして、これが大変有名なラ・マール・ポーラン、ちょっとわからないんですけど読めないんですが、このお店がこのモンサンミシェルの中で最も有名なところ、オムレツ屋さんです。時刻はただいま12時30分、そこに岩肌が見えておりまして、多分これは昔からだいたいこんな構造だったのかななんて勝手に想像します。結構混むような時間ではあるはずだし、また超有名で人気のお店でもありますが、幸運にも座ることができました。回転が早いのかもしれません。ここにあるのはね、あのいわゆるウォーターウィズガスというやつですけど、モンサンミシェル有名なのはオムレツです。そういうわけですから、このレストランでも当然オムレツをいただきたいと思ってきたわけです。またですね、すいませんね、こんなウィキペディアの紹介チャンネルになっちゃうんですけど、ウィキペディア見てたらね、これプラムおばさんというそうですね、オムレツが名物料理となっている。このおばさんという表記は、これがあの名誉称号なんだそうでして、フランス料理のその界隈でおばさんというのは、その料理人の中でも最高位に位置するような、そういうすごい、名料理人の人に与えられる称号、それがプラムおばさん、まあ、その人 の、 あのお店が今ここにあるというわけです。プラムおばさんってあの今いる人じゃないですよ、大昔に死んじゃった人ですけどね。世界遺産の厳島神社がある広島県廿日市市と、それからルーモンサンミッシェルは観光友好都市である、まあ似たようなもんだということで、やっぱこうフランス料理、昨日もね夕方にフランス料理食べて、今日もフランス料理ですけど、こんな贅沢して許されるのかなと思いますけどね。あの48ユーロもする立派なフランス料理を注文しましたんで、その中にオムレツも入っているはずです。本当はそんな立派なコース頼むつもりなくて、オムレツだけケチくさく頼んで出るきゃいいやと思ったんですけど、オムレツが34ユーロ、まあ、4000円ぐらい進んで、じゃあオムレツが含まれたコース頼んだ方がいいよなということで、そうなったわけです。このスープはこの辺りノルマンディ地方、あのね、なんか富士山みたいな感じで、ノルマンディ地方とそれからなんとか地方と、それが、ね、2つ合わさっているようなところらしいんですけれど、それで、名物となっているスープがこちらだそうです。これは、まあ、サーモンのサラダですよね。サーモンのサラダって言うとね、その名前のためにケチくさくサーモンが乗ってるみたいなのが、まあ、一般的なイメージなんですけど、こうサーモン惜しげもなく乗ってるから、これ嬉しいですよね。うん、イタリア料理もいいけど、フランス料理も美味しいですね。美味しそうに食べてないと思うのは知ってんですけど。こんな贅沢ばっかして暮らしてね、日本に戻ったらまた質素倹約の生活に復帰しなければなりません。なかなか本当にこう立派なんですよね。こんな大きいサーモンですよ。これこのまんまこう食べるの、口にちょっと入りきらないけど、まあこぼしながら食べることにします。これまで幾多のサーモンサラダを食べましたが、サラダ、野菜に対してサーモンが圧倒的に多く余っている、こんな贅沢な苦労は初めてです。
でこれがいただきましたオムレツですが、このようにかなり大きくてですね、もこもこ液体のような形をしております。なんだこれはと思うんですが、かなり空気を巻き込んで作るんだそうで、今もここも泡だらけになっておりますが、だんだんとこれがしぼんできて、冷めると同時にその圧力というかね、膨らみも落ち着いてきて、見た目ほどの巨大さではないようですが、少なくとも、まあ、この大きさですからね、相当迫力があるものであるということは間違いありません。この付属のソースとともに食べるわけですが、本当ですね。でもこれはこう口で運ばないとわからないと思いますけれど、空気を食べているような感じでして、うん、質の高いものであることは間違いありませんが、相当のふわふわさです。卵2個分、1個分かどっちか、そのぐらいだと思います。ちなみになぜこのオムレツがここの名物となっているかというと、もともとキリスト教のその巡礼の方が、ね、大変に苦労した結果ここへたどり着いたので、少しでも精のつくもの、要するにタンパク質、栄養分を豊富に含んだそういう卵を食べさせてあげようという、教会修道院からの配慮、信者に対する配慮ということでしたが、現在ではそういった目的の他に通常通りの観光客に向けた名物料理としても振る舞われております。美味しいんですけどね、これはなんかレモンのシャーベットみたいなと、これは果実、まあ、いろいろあってですね、クッキーも、それからこれは表面にザラメのようなものがついておりまして、カラメル風の、バニラアイスと、そこにはリンゴが敷き詰めてあり、どれも非常に素晴らしいのですが、ちょっとフランス人というのはもっと大食いなんですかね。もうこんな大混雑ですから雰囲気は分かったしいいかと、実はちょっとさっきですね、あの用事で上の方まで上がっておりまして、まあもう一回行ったしな、あそこにこう牢屋っていうか、あれが門なんですよね、その役割を果たすようなものなどはあります。おお、こんな感じのところかと見たところで、まあ大体もう見たいものは見終わります。